い、では皆さんこんにちは。怪獣さつきドットコムへようこそ。私は怪獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今日もですね、私怪獣さつきがですね、自分のことではなく、嫁怪獣さつきとしまして、松原市議会議員怪獣常駅の紹介ビデオを作るというその、企画第2弾でございます。別に誰に頼まれたわけではございませんが、私何でもシリーズするのが好きでございますので、とりあえず2回目やってみたいと思います。はい。で、怪獣常駅議員のですね、何を紹介しようかなと思ったんですが、非常に何て言うんですか、彼は生まれながらにして非常にこう人に覚えていただきやすい、すごく恵まれた状況を一つ持っておりまして、名前でございます。名字怪獣っていうね、これ怪獣っていう僕音で聞いた時に、海に住むっていう感じがですね、こうとっさに頭に浮かぶ人ってほとんど日本全国いらっしゃらないんじゃないかと思うんですよ。大抵えみたいな感じでこう聞き返されてですねっていうね。あとこう文字だけ見て振り仮名とか振ってないと、大抵の方がですね、魚住様とかって言って間違われるわけです。はい。これ私が何回も経験済みでございまして、例えばこう銀行とか行ってね、振り仮名振ってあるんですよ、ちゃんと大きい字で。それなのに私の番が回ってきたら、魚住様、魚住様、魚住様いらっしゃいますかって、こういう感じでございます。魚住様って言ったらさ、こういう感じですよ。魚って書きますよね。で、うちはこの海獣、こう海です。で、皆さんこの字をご覧になってるのに、さすが海洋大国日本という感じなんで、海って見るともうこう魚っていうのがこうなんか連想されちゃうわけですよ。はい。なので海って目では見てるんだけど、頭の中ではなんかこう脳内変換されて魚になって、そういえば魚住さんっていうの結構いらっしゃいますね、有名な方で。なのでそれになって魚住様っていう方になってですね、そういう時私は非常に穏便に済ませる方でして、最後まで魚住でございますとかつってお題して帰ってまいるんでございますけどもね。はい。で、この怪獣という名前はですね、三重県、特に松阪市とか津市にお住まいの方は、例えば同級生でいたとかですね、ということでご存じの方も多いと思います。これはですね、今は合併して津市になりましたが、昔の三杉村ですよね。その時は一市郡だったと思うんですけど、三杉村の、今三杉町なんですが、の中に下田家というところがありまして、下っていう字に、タゲっていうのは多いっていう字に気持ちって書いて、多いっていう字に気持ちって書くと、滝っていう別のね地名もあるんですけど、三杉はなぜか滝と読まずタゲっていうものでございます。で、その下タゲという場所にですね、怪獣家というのが密集して住んでおります。で、そこが出身なんでございますよ。はい。で、下田家というのはですね、三杉のことご存じの方でしたらお分かりになると思うんですけども、北畠神社があるところで、北畠の、家臣かなんか、そういう関係、北畠の、ね、お城があったところに住んでるんだからそうかなと思うんですけども、に怪獣というのがいてですね、ちょうど去年だったかな、三重県の博物館ミニムの方で、なんか三重県の歴史みたいな特別展示があったんですよ。で、そこに行ったらですね、三杉のどこかに、見つかったのが保管されている当時の地図っていうのが一個展示してあって、そこによーく見るとですね、怪獣っていうお家の名前が書いてあったんです。ですので北畠家のこう中世ですよね、だから1400年代とか1500年代ですか、その頃にもうすでに怪獣という名字の人が三杉、今でいう三杉の下田家のあたりにいらっしゃったということまでは分かっております。はい。ただすごくその怪獣っていうのがあちこちにあるわけじゃなく、見過ぎでも本当にそこだけで、ですので、ご先祖様のお墓参り行くとですね、全部怪獣家の墓って書いてあるので、私どれかわからないので全部にお水かけるんですけども、それはいいんですけども、
はい、そういう感じでございます。ですので、あの松阪市とか津市とか、あとね、あの北海道にもあのお人いらっしゃるっていうのをね、ちょっとね、あのこの間把握したんでございますけど、大体あのどこですかとかお話をしていくと、大体分家とか本家とかで、おじいちゃんぐらいでですね、あの水着の宴にたどり着くという感じで、あの全国の会場様、もしあの今これご覧でしたらご一報くださいませ。あの親戚でございますよ、はい、ということでございます。はい、ということでですね、あの、まあ、何を申し上げたいかというと、あの怪獣というね名字は、まあ、そういうことで非常に珍しい名前でございまして、あの皆さんこれね、海泉ではございません、怪獣でございます。でこの怪獣のイントネーションについては、あの大体こう怪獣さんって呼ばれることが多いんですけども、だから多分怪獣家の人たちは怪獣みたいにこうなんかこう、うんってこう上げて言われる方もあるので、どっちが本当なのかちょっとわからないのでございますが、あの、まあ、どっちでもいいです。はい、で、あのそれでですね、あの私ですね、あのここからちょっと怪獣議員の話がそれていいですか、はい、関係ないんですけれども、あの私の旧姓がですね山田なんですよ。はい、あの山に田んぼね。で名前がさつきってひらがなでしょ。だから小学校の時から、あの例えばこう書道の時間とかで自分の名前書くっていうのがあると、クラスで一番に書き終わるんです。山田って縦書くと横書くだけで書く数も少ないし、さつきってひらがななんてこうましてこう全部一筆書きでビューって書けちゃうので、もう隣の渡辺君とかですね、すごいこう書く数も多くてわーっとかって書いてて、すごいそれがあの羨ましくてですね、小学生の頃ですね、2、3年生ぐらいだと思うんですけども、将来はあのこのお名前は何てお読みするのかなって世間の人に聞かれるような、変わった名前のお家にお読みに行きたいって強く思いました。あとですね、山田なので、あのあいう順でいくとすごいお尻の方じゃないですか。ですので大体私の前ぐらいでプリントがなくなったりとかして、あとで職員室に取りに行きなさいとかですね、大体そういう感じでこう何ちゅうかこうあの結構虐げられてたんですよ。はい、なのであいう順で結構前の方に行きたいっていうのと、あとこれ何てお読みするのって言われるお名前のうちにあのお読みに行きたいと、ずっと小学生 2,3 年ぐらいからですね思っておりまして、で人間強く願っていると願いは叶うと申しますが、あの私この怪獣常幸さんとですね初めてお会いした時ですね、あのなんていうんですかね、あの一目惚れとかそういうのじゃなくて、まずその名前見た時ですね、もう来たって思ったんです。もうこれだっていう感じで、あの、はい、名前から入りました。もうこの名前っていうので、もうあの後先考えずっていう感じでですね、あの全然別にあの何も後悔はしておりませんけれども、そういうことであの非常にですねこの名前はあの魅力の一つかなと思います。はい、であとですね、あのこれもですね、あのお読みに行ってからすごくびっくりしたことなんですが、あのすぐにあのお盆が来たので、まあ、あの法事がございますね、田舎でございますの でそこに私、まあ、初めて嫁として行くわけですよね。で、まあ、親戚の方にお目にかかるのもその時初めてで、そうするとですね、まあ、着いたら、まあ、あのまあよくあることなんですが、ものすごくたくさんこうお食事がいっぱいこう並べられていてですね、もうお腹がパンパンになってもう終わりかなと思ったら、そこにまたお寿司がなんか届くみたいなすごい感じだったんですけども、そこでですね3時間4時間皆さんご一緒したんですが、あの本当に皆さんあの明るくてですね、あの、まあ、こういう言い方したらなんですけども、あのその場にいらっしゃらない方の噂話とかあの一切ないんですよ。はい、であのこうなんていうか全てを受け入れる感じと申したらよろしいでしょうか。はい、でそれがですね、あの私のちょっと実家側とも全然こうなんか360度違うっていうか真逆の感じでしたので、本当にびっくりしまして、あの世の中にこんなになんていうかこう全てをですねこうポジティブに明るくあの受け止める一族というのはあるのかというのですごくびっくりしたんでございますけれども、はい、ですのであの、まあ、あの怪獣常幸をですねあの個人的にご存知の方でしたら、あの怪獣さんっていつもニコニコ笑ってるわみたいなねあの印象をお持ちの方多いと思うんですけども、あれは DNA でございます。はい、
怪獣というのはみんなあんな感じで、本当にですので、もう私ね、読みに来てですね、そういう意味ではもう一切苦労したことはなく、私もまあもともとはですね、まあ、結構なんかまああまり性格は良くない感じなんですけれども、どんどん感化されまして、こうなんかどんどん大雑把な感じに、ポジティブな感じにもなっております。はい、ということでですね、今日はなんか紹介できたのかどうか分かりませんが、覚えていただきたいのはこの名字でございます。怪獣、ね、海に住むと書いて怪獣でございます。魚住ではございませんので、全国の魚住様申し訳ございません。よく似た名前ありまして、どうしてこれお呼びなんでしょうね。それはね、すごいね、怪獣のね、親戚の方にお会いするたびに、怪獣っていう名前に由来は何ですかって皆さんお尋ねするんですけど、何やろうみたいな感じで、どのためこうなんかご存知なくてですね、まあですから、その三重のね博物館の地図で改めて、昔からそうだったんだということで確認したわけでございますけれども、そういうことでございまして、山の出身なのに海に住むと書いて怪獣でございます。ということで、本日も嫁としてですね、夫松坂市議会議怪獣常行の名前の由来についてご紹介いたしました。すいません、バイバイ。